神永と浅見はバディなのにもかかわらず、そこの友情関係が構築されていないのではないかということですね。そこの部分ドラマパートでもっとじっくりと描かなきゃいけないんじゃないかということですね。まあこれ同じことを家督隊のメンバーとも、言えるということがあるわけですけれども、これについてはですね、しっかりと描けていて、あれ以上描くと多分説明しすぎということになるんじゃないかなというふうに思います。どういうことなのか説明をいたします。まずウルトラマンは地球にやってきて神永を殺してしまったわけですね。地球に到着した時の、まあ、爆風で、神永を間接的なのか直接的なのか表現は難しいですけど殺してしまいました。で、神永はなんで死んでしまったのかというと、自分の命を顧みずに他人の命を救おうとして死んだわけですね。まずここでウルトラマンは驚いたわけです。ウルトラマンっていうのは多分単独の生命体なんでしょう。人間のように群れを作る生命体ではないんじゃないかということですね。自分のことは自分で完結する、それがウルトラマンなんだということですね。にもかかわらず人間は群れで生活をしていて、自分の命よりも他人の命を守るということを選択する者がいるということでびっくりしたわけですね。で、これは何なんだろうというふうに思ったというのが、まあ、ウルトラマンの一番最初の神永と融合しようと思ったきっかけではあると思うんですけれども、そもそもウルトラマンというのは、地球人と融合するというのは禁じられているわけですね。これは絶対やっちゃいけないことなわけです。こんなやっちゃいけないことを、ただ単にびっくりしたから、興味を持ったからというためだけでやるわけがないわけですね。そもそも神永が自分の命を投げ捨てて他人の命を、子供の命を守ろうと思ったところに、ウルトラマンはすでに絶大な感銘を受けていたわけです。なぜなら自分たちは単独、群れを作らずに単独で生活する生き物だからというところがあって、まあおそらくですね、ウルトラマンがなぜ怪獣退治をしているのかというと、それが仕事だからということがでかいんですよね。何も地球を救いたいと思ってウルトラマンは地球にやってきたわけじゃないわけです。まあ怪獣退治の使命を帯びてやってきたわけですけれども、それは仕事だから来たわけですね。一番最後ゾーフィーがやってきて地球を滅亡させようとしましたよね。その中にあってウルトラマンはなぜ地球を守ろうというふうに思ったのかというと、初めて目の当たりにした群れというものに対して強烈なカルチャーショックというか憧れというか、そういったものを感じたんですよね。で、あれを見た瞬間、神永が子供を助けたのを見た瞬間に、この地球人たちは非常に弱い、もう取るに足りない、吹けば飛んでくような何の価値もないような人間だけど、でもこの人たちは素晴らしい考えを持った人間たちなんだみたいな、そういうふうにものすごい感銘を受けたわけですね。それがあってウルトラマンはこの小さな命を無下にすることはできないというふうに考えて、本当だったら何の躊躇もなく子供がアリンコを潰すのと同じような感覚で人間なんて殺せるんだけど、あえて自分の命を地球人と共有しようということにしたわけです。そのぐらいものすごいショックを受けたんですね、ウルトラマンというのは。一番最初のあの着地のシーンの時に、で、その後、まあ、ウルトラマン、地球人のことを理解したいと思って本を読んだりとかいろいろしていくわけですけれども、セリフで非常に顕著に現れているシーンがあって、それはですね、一番最初、アサミがね、よろしくって言った時に、バディは相棒と理解していいのかとか言っていたところあるじゃないですか。まあ、ここで、ウルトラマンはですね、相棒とは何かというのを、探っているわけですね。ウルトラマン、我々は単独で全て自分一人の力で完結しているというのが我々だけど、人間はバディ、相棒というものがいるものなんだと。一人では弱いけど、二人なら強くなれる。そういった関係のものが人間には必要なんだということをここで確認しているわけですね。で、その後、神永が自分の分だけコーヒーを持ってきて、机の上に置いたら、アサミが、こういう時は君もどうだとか言いなさいよと。言っていましたよね。その時に神永が、いや自分でできるでしょみたいな感じのこと言ってましたよね。詳しくなんて言ったかは覚えてないですけど、このコーヒーを入れて持ってくるぐらいは自分でできるはずだみたいな、そういう風に人間はちゃんと動けるように体ができているじゃないかみたいな、そんなことを言った時に、浅見がそれを聞いた浅見が、
分かってないわねあんたみたいなことを言ったわけですね。あんたが今着ているその服も靴も何でもかんでも全部どこかの知らない誰かが作ったものなのよと。人間っていうのは一人では生きていけないのよ。みんなの力があって初めて生活できてるのよと。ということを浅見が言いましたよね。これもウルトラマンにとっては相当ショックな言葉なわけです。あ、そうかと。この服も、この靴も、この椅子も、この机も、そして今自分が持ってきたこのコーヒーのコーヒー豆も、自分じゃない誰かが作ったものなのかと。人間は自分一人で完結せずに、自分の周り、そして自分には見えないぐらい遠くにいる誰かのおかげで自分の生活は成り立っているんだ。あ、それが人間なんだというふうに、ウルトラマンは感じたわけです。あのセリフは非常に重要なセリフなわけです。ウルトラマンが人間を理解しようというふうに努めている中において。そうかそうかと。なるほどねと思ったわけです。そういえば俺が今使っているこのパソコンもボールペンも全部誰かが作ったから自分が使えているんだなっていうふうに思って、ああ、人間っていうのは群れっていうのはそういうものなんだなっていうことをだんだん理解していくわけですね。で、なんて素晴らしいんだ人間っていうものはと。人間一人一人は本当に指先でプチってやれば潰れて死ぬぐらい弱い生き物だけど、みんなの力でこの地球という星は成り立っているんだなと、いうことをウルトラマンは理解していくわけですね。だからウルトラマンは、ザラブに捕まった時にアサミが来てくれると信じていたと言っていましたよね。なぜならバディだからだということです。それはだって人間ってそういう人たちなんでしょっていうのをウルトラマンは知っているからですね。人間って誰かが困っていたら誰かが助けてくれる、そういう生き物じゃん。俺知ってんぜ、本で読んだりいろいろ勉強したからっていうことなんですよ。だから来てくれると信じていたバディだからなというセリフになるわけですよ。この僕たち人間同士の物語として見ると、神永、ウルトラマンと、アサミ、そして家督隊のメンバーっていうのは非常に関係が希薄な感じがするし、特にみんなで笑い合って酒を飲み合う仲でもないし、何か一つのことに対してみんなで協力してよしやったな、よっしゃーみたいな、そういったシーンがないんで、本当に友情関係なんか構築されていましたかと、いうふうに思うかもしれませんけど、そこにいる神永は神永ではなくウルトラマンなんです。群れというものを全く理解していない。この間初めて群れというものを見て、それに感銘を受けてカルチャーショックを受けて、自分もこの輪の中に入りたいと思って自分の命を投げ出した宇宙人なんですね。その宇宙人と地球人とのこの友情関係というのは、あの映画を見るだけでですね、十分すぎるほど、描かれているというふうに僕は思います。この友情が描かれていないというふうに感じている人は一体どういうシーンがあれば納得できるのかっていうのが僕にはちょっとよくわからないんですけれども、僕としてはあれ以上友情を感じさせるシーン、お互いが信頼をするというものを僕たちに説明するシーンというのが必要だとは、思いません。十分です。で、まあ浅見はじめ家督隊のメンバー、そして政府の人たちみんなですね、物語の中盤あたりでウルトラマンは神永だということを知るわけですね。このことを隠していたことについて浅見は神永ウルトラマンになんか多少怒っているというところがあったけど、言えなかったと。君だったら言えたのかいみたいなことを言われた時に、分かった、もう言わないっていうふうに言いましたよね。俺がウルトラマンなんだ実はということを言おうが言うまいが、ウルトラマンがそれまで命を懸けて私たちを助けてくれていたってことは、もう火を見るよりも明らかなわけですよね。確実に 100% ウルトラマンは私たちを助けてくれていたわけです。それって言葉はもういらないでしょっていうふうに思うんですよね。だからこれいつの間にか次のウルトラマンが人間を好きになるきっかけについて分かりにくい、足りない、そういった批判もあって、それについてももう実はここで今説明しちゃったんですけど、そんなことないということですね。とてつもなくストレートにこれは描いていました。説明的なセリフがないとわからないというものではないことで、この映画は、この脚本はウルトラマンがなぜ人間のことを好きになったのかというのをしっかりと描いていたわけですね。
そんなの見りゃわかんじゃんってことですよ。何か一つ大きなエピソードがあって、それがきっかけでだん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 と人間に対して好意を抱いていったウルトラマンは、徐々に好意を抱いていったのではないんです。もう一番最初のきっかけの段階でウルトラマンは人間に魅了されたんです。だこのあたりが説明がないからわからないという声が大きくなってしまうと、どん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 映画がつまらなくなっていってしまうので、全部説明しなきゃいけない。それこそ新エヴァのラストのね、最終回みたいな、新エヴァの最終回みたいな、あの感じで全部説明、口で説明しなきゃいけないのみたいな感じになっちゃうわけですね。神永ウルトラマンっていうのは自分の心の内というのをあまり表情にも出さなければセリフにも出さない人間なので、人間というか外星人というか、なのでそこは見る人それぞれが考えるんですよ。この時何を考えてるんだろうこいつは、この時なんでこんな感じになったんだろう。最後 USB メモリーをね、船べりに渡した時の神永ウルトラマン、なぜちょっと微笑んだんだろう、そういったことは説明されて気づくんじゃなくて、見た人が各々こういうことかなということを感じるっていうのが映画のいいところなんです。まあ僕が言いたいのはですね、映画の中に答えは必ずありますから、三流の映画じゃない限り三流の映画じゃない限り映画の中に必ず答えはありますんで、映画をよく見るというのが、やっぱ映画を理解するには一番必要なことなんじゃないかなというふうに思いますね。映画以外のところでここはどうなんだろうな、そこはなんだろうなというふうに考えると、よくわかんないということになっちゃうんじゃないかなというふうに思ったりしました。